はい、こんにちは、川本です。まあ今日もね、動画セミナーっていうか、まあ、音声セミナーやっていこうと思うんですけども、今日のタイトルはね、未来の記憶を作る方法について話したいと思います。未来の記憶を作る方法。まあね、未来の記憶を作る方法って聞いて、まあなんだよそれとかね、なんかね、ちょっと怪しいとかね、まあオカルトチックっていうふうに思われた方もいると思うんですけども、この未来の記憶っていうものが、かなりね、我々の、この、なんていうのかな、まあ未来ですよね。うん。これからのビジョンだったりとかね、自分の進むべき方向っていうのはかなり大きく左右されます。だ例えばあなたの、なんていうのかな、未来のね、その記憶の中に、例えば億万長者っていうね、その記憶が入っていれば、あなたは、ね、そっちの方向に全自動に向かっていくことができるんですよ。それがね、例えばあなたのその未来記憶っていうところが、例えばホームレスだったらね、そのホームレスの方向に、ね、気づかないうちに、そういうふうにね、向かっていくようになってるんですよ。だから今あなたが向かっている方向っていうのは、実はね、そのあなたの中に入っている、その未来記憶ですよね。あなたの中に入っているその記憶のに向かって行くようになってるんですよ。うん。だから年収1000万円取りたい人だったら、そっちの方向に、ね、気づかないうちにね、毎日こっそり向かってって、こっそりじゃないですね。向かっていったりとか、例えばね、そこに本当にね、なんか世界をこう飛び回るバックパッカーみたいなね、そういう自分の未来記憶があるんだったら、そっちの方にね、向かっていくことができるんですよ。うん。だからね、すごくこう、単純に、例えばあなたがね、こう、もし身の回りにね、何かこう自己実現とかね、まあ理想のライフスタイルを描いてる人、描いてるんじゃないですね。まあ送ってる人がいるのならば、その人のね、こう話を聞いてみると、その人っていうのは昔からね、そういうビジョンっていうのを描いてたんですよ、常に。うん。わかります？だからそういう人とね、こう話してみると、本当によく気づくのが、昔からね、そういうことをやっぱ思っていたりとか、そういうことをね、自分にこうね、未来記憶を要は自分に作ってるわけなんですよ。うん。だからそういうことしてるから、やっぱり、ね、そういう現実にが、まあ、数年後訪れるっていう感覚ですね。うん。で私自身もね実際、まあ、数年前からねこう自分で、まあ、未来記憶っていうものをね、まあ、当時は意識していたかわからないですけども、まあ、描いていました。うん。例えばねそういう人に会ってみたりとか自分でねそういうなんていうのかな、まあ、夢ノートっていうんですかねノートを書いてみたりとか、まあ、他にもいくつかやり方はあるんですけどもそういうふうにやってねこうどんどん自分自身に未来記憶っていうのを植え付けていたんですね。そしたら、やっぱりこう数年後ね、まあ今となって思うのは、当時ちゃんと描いてた通りになってたんだなっていうことがあります。うん。だからそれからね、この未来記憶。要は自分では気づかないんですけども、あなたの中に入っているその、まあブループリント、まあなんていうのかな、その、元のな地図みたいなものですよね。っていうものがかなりこう大きく、ね、人生を左右しているってことなんで、その未来記憶をどうやって作っていくのか、そのお話をしていこうと思います。いいですか？でまあこれまでね、まあセルフイメージが大事だったりとか、なんかね、要は、潜在意識っていう話を何回もしてきたと思うんですけども、まあ、それらを踏まえてねこの未来記憶ですよねこの要はあなたの未来の記憶っていうのをどうやって作っていくか、うん、ここにほとんどあなたがねこう今後の人生どういうふうに生きるかっていう鍵があります。なんで今日はその話をします。でねまず一つがいいですか。まずはステップ1いいですか。未来記憶を作る方法なんですけどもまずはね自分のまずそのなんていうのかな理想のライフスタイルを描いている人、まあ、ライフスタイルを送っている人ですよね。っていうのをまずは見つけるっていう作業、ステップ1でやってください。でね、なんでこういうことを言うのかっていうと、ミラーニューロンのお話でもしたと思うんですけども、自分がね、こう理想だと思ったりとか、例えば自分がね、5年後、10年後、100年後はいないですけども、まあ、こういうようなね、ライフスタイルを送りたいっていう人の直で話を聞くのが一番ね、こう自分の記憶にね、植え付けられるんですよ。うん。だから多分あなたはね、人からね、例えばなんか友達が海外行ったって言ったらあなたも行きたくなったりとか多分あると思うんですけども、それと同じね、一番人からこう話を聞いたりとかね、こう何かね、そういうものを、まあ、お話ですよね、聞くときっていうのが一番こうミラーニューロン的にも、その、自分のね、細胞が吸収しやすいんですよ。うん。だから例えばあなたが友達がね、こう、この前うまいラーメン屋で食べ行ったって言ったらね、なんかあなたももしかしてね、今日ラーメン食べに行ったりとかって、そういうこと、そういう感覚と同じですよね。だからそういう理想のライフスタイルを送っている人の、まあ、話をね、こう聞いたりとか、まあ、その人たちとこう一緒にいるとね、そのビジョンっていうのはかなりこう自分に入ってきます。うん。そう。だからね、これぜひね、やってみてください。ステップ1で、まずは理想のライフスタイル、自分のね、まあ、師匠ですよね。っていうものを、こう、まあ、身近に見たりとかね、そういう人たちと近くにいるようにするってことです。うん。で僕自身も、やっぱりね、いくつか自分の成功像っていうのは前からあったんですけども、まあ、前はね、自分でこう複数の会社を経営してね、なんかそういうすごいバリバリなビジネスマンだったんですけども、まあある時からね、それよりはやっぱりこう家族をね、まあ退陣しながら、まあどっちかというと権利的な収入ですよね。ビジネスオーナー的な感覚の、
なんていうかな、ライフスタイルがいいなっていうことを描いていて、まあ、それのような、ね、やっぱ師匠を今見つけて、ね、僕も自身も行動してるんですけども、やっぱね、そういうふうに見つけてると、自分もそっちに向かってるなと分かります。うん。で、そっちの方向に向かってると、やっぱりね、そういうようなチャンスとか、まあ、きっかけとか人脈ですよね、っていうものを引き寄せてくるようになるんですよ。うん。だからまずは、そのメンターですよね。うん。自分の理想を描いているメンターの話をこうできれば聞くようになる。もしいないのであれば、なんかね、そういうセミナー行ったりとかね、うん、まあ今なんか SNS ってものがあるじゃないですか。あのめちゃめちゃいると思うんですよね、そういう人って思ったよりも。うん。だから、そういう人たちをまず見つけて、その人たちと話を聞いたりとか、一緒にね、こう過ごす時間っていうのを増やす。それが未来記憶のまずステップ1です。いいですよ。まずは1人ですね。で、ステップ2番。うん。これはね、書き出すってことです。うん。これはね、ちょっとビジョンクエストっていうちょっとね、方法がありまして、まあ、それにちょっと今後もお話していこうと思うんですけども、要はあなたのその潜在意識、無意識っていうのに、そのビジョンを刷り込む方法として、これは自分でできることなんですけども、書き意味に書き出したりとか、要はね、瞑想状態に持ってきて、その自分の、その、まあ、潜在意識ですよね。にそういう刷り込む作業っていうのも、実はできるんですよ。うん。それがステップ2になります。いいですか。まあ、具体的なやり方についてはね、ちょっと今日は、まあ、動画の関係上ね、時間の関係上、ちょっと、詳しくは話せないんですけども、あなたの、まずはこう、例えばね、潜在意識の仕組みとしてあるのが、朝起きた時と夜寝る前っていうのは、すごくね、こうアルファーファーっていうものが出ていて、その時にこう潜在意識にすごく深く刷り込まれるようになってるんですよ。うん。だから僕もね、必ず朝起きてからは、必ず自分のね、目標を必ずね、紙に書いて、目標っていうか今の自分の状態ですよね。書いてみて、自分は今日はこういう状態なんだっていうことを書いて、寝る前もね、ちゃんとそのビジョン、うん、を見てね、寝ています。うん。で、僕のね、師匠の人は、まあこのね、かなりこの潜在意識についてすごく勉強していて、僕に教えてくれたんですけども、必ずね、その動画、うん、動画はありますよね、動画を必ず、夜寝る前に見ていたそうです。うん。で、まあその師匠っていうのは、まあちょっとね、ある業界の中で、まあ3万人の前でね、こうスピーチをした経験があるんですけども、そのね、3万人のスピーチをする裏付けってなっていたの、一番が、このね、夜寝る前のこのイメージトレーニングっていうかね、その妄想だったみたいです。うん。で、彼はね、そのずっと、うん、その、まあ、スピーチの3ヶ月ぐらい前から、たまたまね、まあ、その時授業がうまくいってなかったみたいなんですけども、その授業がうまくいってない時に、たまたまね、その、まあ、専属のコーチの方にね、まあ、少しね、ビジョンの力を使いなさいって言われてから、そういうような習慣を始めてね、毎晩毎晩こうね、まあ、YouTube でポール・ポッツさんっていう、その、僕も大好きな動画があるんですけども、それを見てね、こうイメージしていたら、そのような現実がね、まあ、数ヶ月後訪れてきたっていう、感覚ですよね。うん。だからそういう現実がやっぱりあるっていうのは事実なんで、まあ、ぜひね、あなたも、その、まず書き身に書き出す。2番で自分の要はね、自己洗脳ですよね。っていうものをしていくってことをやってみてください。うん。で、個人的にやっぱりおすすめなのは、まあ、やっぱ朝ですよね。朝起きた時に、まあ、その理想の自分の状態ですよね。を書いてみる。うん。っていうことがまず一つあります。で、あともう一つはね、やっぱりこう、瞑想ですよね。自分自身の、こう、なんていうか、脳波の状態を良くしたときに、こう、イメージしてみる。うん。そのやっぱりビジョンっていうのはかなりこう、深く刷り込まれるんで、うん。この一回潜在意識に刷り込まれるっていうものは無意識にね、そっちの方に選ぶようになるんで、まあ、ぜひね、これは回数、かなり大事なんで、継続してやってみてください。うん。やっぱ一回だけね、瞑想しても、なんかね、こう、まあ、紙に書いたりとかする人はいるんですけども、毎日やらないと、こういうのってやっぱり上がんないんですよ。僕もね、やっぱりこう、最初言われた時っていうのは、よくわからないんで、すぐ飽きちゃうんですけども、やっぱね、こう、継続力っていうのは絶対あるんで、こうね、続けていく中で、こう、やっぱりね、いきなりこう、例えば奇跡が起こったりとか、うん、なんかね、すごく驚異的なね、出会いっていうのが起きたりするんですよ。うん。だからぜひね、あなた自身も、まあ、これを意識してやってみてください。うん。わかりましたか？まずはステップ1で、いいですか？まずは自分のその理想のライフスタイルを送っている人ですよね。見つけるってことです。で、ステップ2で、何をするのかっていうと、要は自分の自己洗脳ですよね。まあ自己洗脳のビジョンクエストについては、また今後ね、お話していこうと思うんで、まあぜひね、今の2つをちゃんとね、やってみてください。ではありがとうございました。